こんにちは、ぷくです。今回はですね、この間ご紹介したこちらのホームベーカリーパン焼き器ですね、こちらで簡単なピザを作っていこうかなと思います。では早速作っていきたいと思います。材料をどんどん入れていきたいと思います。お水まず260、的に270あってもいいかな。あ、280入っちゃった。で、お水の後にもうすぐにこのイーストですね、イースト小さじ1杯、今回はあの5人家族なんで5人分作ってます。まあ、大体これで余ったらまたなんか次の日温めて食べてもいいかなと思うんですけど、で先に水入れてイースト入れて、でイーストってあの水分に触れるとだんだん動き出すんで、先に水につけるような感じで、でその後粉入れていきます。粉400、ホームベーカリーのレシピに従ってもいいんですけど、まあ、私はこれでやってますね。400入りました。そしたら塩小さじ2分の1ぐらいでいいですかね。で普通のパンの生地はあのお砂糖入れるんですけど、今回のピザは砂糖を入れずに、あとはオイル 30g、このまま測っちゃいます。材料これだけです。もうあとはセットしてこねてもらうまで、こねて第一発酵が終わるまでの生地を作るというモードで始めていきたいと思います。こちらのメニューで10番パン生地っていうので、これね、マナーモードに押しとかないと、私このピーっていう音でびっくりするんですよね、終わった後も。なんで私はいつもマナーモードに使ってます。ではまた2時間後戻ってきたいと思います。生地は今こんな感じですね。まあ、出来上がりです。ちょっと緩かったかな。で生地を伸ばす前にピザに乗っける具なんですけど、ソースはうちはもうこのコスコのバジルペーストと、あとトレーダージョーズで買ったピザソース、もしピザソースがなければというか、あとパスタとか作った時に余ってれば、このマリナーラソースとかでも全然美味しいんで、これでも大丈夫です。今日はピザソースがあるのでピザソースを使っていきたいと思います。あとはもう家にある残り物でもいいんで、チキンがね、あの前の日にチキンが余ってたらチキンをこう細かく切ってもいいですし、あとうちはトマトとか、あとは、私がマッシュルーム好きなんでマッシュルーム、あとまあチーズもこのモッツァレラ使ってんですけど、あの普通の塊のモッツァレラこっちらばして焼いたら結構本格的なマルゲリータピザっぽくなるし、あと今日はうちは、サラミがあったんでサラミを乗っけようかなと思ってます。あとね、焼き上がった後にこのコスコでセールだったこのプロシュート、これも乗っけてもいいかなと思ってます。では具を軽く切っていきたいと思います。いやトマトはね、どんな形でもいいんで、本当にもう好きなように自分の好きなものをこうやって切る、ね、あんまりねトマトのっけすぎるとあの水分が出てびしゃびしゃになっちゃうんで、ほどほどに。でもうちの子供たちすごいトマト好きなんで、もう切らさないようによいしょしてるんですけど、まあこんな感じ。トマトはマッシュルーム汚れが気になる場合はあのキッチンペーパーで拭いてください。あ、気にならないこれは。ちょっと下を軽く取って、僕はこれ生で食べるのが好きなんですよね、本当は。たまに生で食べちゃいけないって書いたんですけど、生マッシュルームは結構美味しいんですよね。よいしょよいしょ、すごい切れてなさそうでしょ。大丈夫、うわ、こんな感じです。ね、見えたのかな、
ちゃんと。はい、生地伸ばす前に一応鉄板も一応紹介しておきます。これうちにある鉄板で、このオーブンシート多分日本でも手に入るとは思うんですけど、もうこれは何年使ってんだろう、もう10年以上使ってます。非常に経済的、そんなに高くないと思いますしね。これが鉄板2個と、今回の分量で多分全部生地乗っからないんで、うちはもうそれプラスこの小さいオーブン用のも使ってます。これはねつい最近買ったんですけど、これももうすごい使ってますね。それでも乗らない場合はケーキ用の丸いのもあるんで、これに乗っけたりとかもします。生地伸ばしていきたいと思います。使うのはこの名前なんだろう、カードだけです。こんな感じで、これね手でこねてもいいんだけど、手でこねると柔らかい生地っていうのすごい手にくっついて混ぜにくいんで、もうこういうホームベーカリーみたいなので混ぜてくれるの本当に助かりますよね。ちょっと多分普通の手で混ぜる生地よりも少し柔らかめ、ちょっと水多めの方が私は好きなんで、柔らかめでしっかり粉振ってても、うわっ、ついちゃいますね。よいしょ、こんな感じかな。でピザって普通丸いんですけど、うちのは丸じゃないんですよ。前丸も作ってたんですけどね、でもなんか意外と子供って変な形の方が喜んで食べるんで、うちはもうそういう綺麗な丸を作るっていう手間をやめてしまいました。ではなんとなく切っていきます。もう好きな形にちゃんちゃん切ってきます。分ける感じで。どうしよう、こんな感じかな。でね、これなんで細かく、大きいの作ってもいいんですけど、細かく切ってるかっていうと、こうなんかみんな個々に自分の好きなピザを作るで味を作れるんで、細かく切ってで具のっけてもらってます。でしかもこの状態から普通だとこう丸めてまん丸の生地作るんですけど、うちの場合はもう私はもうこうやってこの四角のまま伸ばしてます。こね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 触るよりもこんな、ちょっと穴開いたかな、こんな感じで、いびつなんですけど味は美味しいですよ。でこれ普通のね丸パンとかと違って二次発酵いらないんで、もうじゃんじゃんソース乗っけて具乗っけて焼いてっちゃって大丈夫です。今ねソースティナさんが手伝ってくれてんですよ。これ結構子供がやりたがるんですけど、今動画で真ん中のごまちゃんがいつもはすごい張り切って手伝ってくれるんですけど、すごいシャイで動画には出たくないそうなんで、今日はティナと私だけで仕上げていこうかなと思ってます。もうねみんな自分の好きな具をね山盛りにして、で例えばマッシュルームみんな食べたくないから全然乗ってなかったりとかね。でもティナの場合はほぼチーズピザだね、基本はチーズしか乗ってないピザをいつも彼女は作ります。こんな感じでソース塗ってもらいました。じゃあ次はチーズ乗っけていきます。これはもうお好みで、これねマッシュルーム好きは本当に山盛り乗っけたらすごい美味しい。私が食べる分はもう山盛りのマッシュルームを乗っけます。だいたい200度で13
13分から15分ぐらいで出来上がりです。感じに出来上がりました。同じ時間に入れたんですけど、下のやつはちょっとだけあと 1,2 分だけ上の段に乗っけて焼いていきたいと思います。いいかな。ジェノベーゼバージョンも出来上がりました。さて、いかがでしたでしょうか。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあね、バイバーイ。